ラリです。ゆめかです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は山手線ゲームです。イエーイ。ルールを説明していきます。まずお題を決めます。はい、例えばお題が動物だとしたら、ライオンみたいな感じで続けていくんですけど、このタンタン、なんとかのリズムに合わなかったりとかしたらアウトです。で、このお題を変えて2、3回やっていきたいと思います。はい、じゃあお題をお願いします。フルーツ。フルーツ。フルーツ。オッケー。せーので、山手線ゲーム、イエーイ。リンゴ、バナナ、ナシ、キウイ、マンゴー、が、え、野菜。いちごさん、野菜です。ちょっと1回目は私がいちごと言ってしまって、ガチ的野菜っていうやつらしい、野菜の部類かなみたいな感じなので、1回目は終わり。 YouTuber 山手線ゲーム、イエーイ。ヒカキンさん、安住社長さん、キッシャーさん、セイキンさん、ネオさん、ユナちゃん、ほのかさん、ユンちゃん、超短い動画じゃないですか。じゃあテーマは食べ物です。なりました。はい、山手線ゲームスタート。イエーイ。リンゴ、うどん、芋、ハンバーグ、バナナ、いちご、ナス、ナシ、スイカ、きゅうり、肉、ネギ、レタス、レタス、キャベツ、トマト、キャベツ。ねえ。あ、しりとり。え、むず。え、無理よ。はい、無理。じゃあ今から山手線ゲームでしりとりをやっていきたいと思います。はい、姫かさん見てください。じゃあお題は食べ物で、スタート。山手線ゲーム、イエーイ。カニ、虹の何、虹の赤ちゃん、虹のバターがあるじゃん、この前ロケで言ってうん、あれそれバターじゃないの、ただの。じゃあ虹のバター麺の麺から続けていきます。メカブ、何それ。え、昆布の仲間みたいなやつ。豚肉、栗、リンゴ、ごま、マク、豆。これは終わりですね。アウトです。おしまいです。すごい変な動画になっちゃいました。ごめんなさい。そんな姫浦です。いつもこんな感じです。はい、今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。